こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、女性がハマる、モテる男性についてお話をさせていただきたいと思います。女性は一体どんな男性にハマってしまうのか。それはですね、ちょっとだけですよ、本当にちょっとだけなんですけれども、ちょっと意地悪をする男性に女性は結構ハマってしまいます。普段はすごく優しいんだけれども、でもちょっと意地悪したりとかね、されるともう何みたいな感じで女性の気持ちをこうグッと、持っていくんですよね。でね、もしあなたが意地悪をしたら嫌われてしまうんじゃないかって思う人もね、いらっしゃるかと思うんですけれども、そこをあえてほんのちょっぴりユーモアを加えてちょっと意地悪をする。例えばこう手をつなごうとしたらピッて上に上げてみるとか嘘だよって言ってまたつなぐとかね、そういうやり取りが女性にとってはちょっとキュッてきたりしますので、ぜひね、あなたなりのちょっとだけの意地悪、いっぱい意地悪はダメですよ、ちょっとだけの意地悪はね、どういうことができるかなっていうふうに考えて実践してみるといいと思います。ではですね、メルマガから動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。コメント欄から LINE のお友達を募集してます。毎日違うことをつぶやいてますので、楽しみにしててください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。